ここに来るのも久しぶりだ。しかし家の中もほんとそっくりそのまんまだな。どうせなら新築にしてくれりゃいいのによ。銀ちゃん、話が違うある。なんだよその不満そうな顔は。銀ちゃんがいいところに連れてってやるって言うからものすごく期待してたある。いいところじゃねえか。俺たちの思い出が染み込んだ家だぞ。こんなゲロくさいボロ屋の思い出よりお江戸遊園地でネズミの耳つけて浮かれた写真撮る方がいいある。ゲロくさいのは主にお前のせいだろうが。まったく妙な贅沢覚えやがって。ガキは家でゲームでもしてろ。うちにゲームなんてないね。だいたい私たちなんでまたこのゲームに出てるあるか。そりゃお前制作陣が味しめたからに決まってんだろう。今度は俺たちにおぶられようって魂胆なんだよ。大人はみんな汚いね。私らだって本当は新しい方のテイルズにおぶられたんやろ。こっちのテイルズが古いみたいな言い方すんな。そりゃあっちは始まったばかりでキラキラにルミナってるかもしれねえけど、こっちも5年目っていう鈍し銀の輝きがあんだよ。都合のいい言い訳してんじゃねえぞ。制作陣の回し物あるか。そんなことより大江戸遊園地連れてけよ。フライドチキンの皮食わせろよ。うるせえ。せめてナンジャタウンにしとけ。バンナム的に。おい新八、お前も何か言ってやれ。今のうちにコビ売っときゃアイマスとコラボできるかもしれねえぞ。お前アイドル好きだろ。銀時よ、そうやって頭ごなしにダメだダメだと言ってしまうのは良くないぞ。それにリーダーも子供のようにダダをこねてはいかん。ナンジャタウンでは13歳以上からは大人料金だ。ってズラ？ズラじゃないカツラだ。てめえ何仲間ズラしてしれっと話に混ざってんだよ。仲間ズラじゃないカツラだ。それはもういいよ。つうか新八はどうした？銀ちゃん、新八なら元の世界に帰ってある。あ、そうだったな、忘れてたぜ。新八くんがいなくて寂しいか。ならば俺を新八くんだと思ってこの胸に飛び込んでこい。気持ち悪いこと言うな。つが、いい加減にしねえと頭皮に小賀破産食らわすぞ。こっちとらプレイヤブルなんだよ。人んちで勝手にくつろぎやがって。私と銀ちゃんで合体費用儀怪我破産発動させるね。もうここにとどめさせてやるある。まあ落ち着けお前たち。俺は大事な話があってきたのだ。大事な話だ。新八くんは歌舞伎町には帰っていない。いや、帰ることができなかったと言うべきだな。おい、ちょっと待て。新八が帰れてないってどういうことだ？かいつまんで言うと、俺と新八くん、そしてあの男がテイルズをおぶられたのだ。一つもわかんねえよ。あの男って誰だよ。お前もよく知る相手だ。かつての俺たちの仲間、そして今は敵。まさかそいつら。なるほど、ここは江戸どころか地球でもね、別の世界ってわけか。おまけに祭りだってな。気に入ったぜ。なら派手に行こうじゃねえか。祭りにはでけえ花火がつきもんだろ。なあ銀時よ。っておい、なんだよ今のインサートは。気にするな。よくあるイメージ映像だ。謎のシルエットを見せられたプレイヤーたちは、あれは一体誰だと想像をかきたてられ、判明するまで期待と不安で眠れない日々を送るわけだ。いや割とバレバレだったけど。じゃあ新八はその謎すぎと一緒にいるあるか。おい神楽、すぎって言っちゃってるよ。もうそれ答え言ってるようなもんだからね。うん、おそらく今回のコラボのラスボスはこのシルエット黒すぎだろう。てめえもすぎって言ってんじゃねえか。しかもラスボスとか言うなよ。予告でネタバレかましてんじゃねえよ。落ち着け銀時。相手があの高っなら新八くんの身が危ない。もう伏せ字の意味ねえだろうが。銀ちゃん、早く新八を助けに行くわよ。確かに、あ
あの野郎には冗談が通じねえ。パッツァンがうかつに突っ込んだら、そのまま頭と胴がおさらばしちまう。どうやら話はついたようだな。ならば心で例のあれをやっておくか。このアプリは基本無料で遊べるが、一部に有料コンテンツが含まれている。子供たちはちゃんとお父さんとお母さんにお願いしてからテイルズ・オブ・ルンだぞ。それを言うなら課金するだ。課金じゃない、カツラだ。だからそれはもういいんだよ。